雨の狭間溺れかけた瞬間現れた海底にある扉の空先へ空を飛ぶ魚テーマに聞いていこう食のクラゲが舞う岩陰からメスボの光る目突き進めば一面に宝石さん息止めに気づいてしまったんだ綺麗なものに必ず毒があること今見慣れたこの場所を帰りたくても帰れない赤青黄色うすむきあ言葉さえ泡となって点滅する意識と幻答え探し限界はもうすぐさ